パーソン軍は、アメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部北、ピードモント大地に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は39,464人であり、2000年の35,623人から10.8%増加した。軍庁所在地は、ロックスボロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 パーソン軍は4つの軍で構成されるダーラムチャペルヒル大都市圏に属している。その都市圏人口は2010年国勢調査で50万4357人だった。リサーチトライアングルとも呼ばれている。また、アメリカが州国行政管理予算局はパーソン軍をローリー・ダーラムチャペルヒル広域都市圏に含めており、 その都市圏人口は2012年推計で199万8808人である。2003年6月6日に行政管理予算局が統計上都市圏を再定義し、それまで長くローリーガーラムチャペルヒル大都市圏に入っていた区域を2つの大都市圏に分割した。ただし、2つに分かれても1つの大都市圏として機能し続けている。ハイココ周辺と南部は 新しい企業や小区画が生まれて急速に成長している1746年、ノースカロライナ植民地政府がエッジコム軍の一部としてパーソン軍を設立した。1746年から1752年にはグランビル軍の一部となり、その後1778年まではオレンジ軍に、さらに1791年までキャスウェル軍に含まれるというように変遷した。 1791年、開拓者たちは、キャスウェル軍を、長さ約20マイルの区形2つに分け、それぞれ面積が400平方マイルの軍になった。軍名は、アメリカ独立戦争時の愛国者であり、パーソン軍とその周辺に、かなりの貢献をした、トマス・パーソン巡将にちなんで名付けられた。パーソン軍となった地域には12000年前から、インディアンの先祖にあたる、 先住民族が住んでおり、様々な文化を発展させていた。スペイン体験家がこの地域に入ってきて遭遇したのは、サポーニ族、オカニーチー族など、数語を話す民族だった。ヨーロッパ人探検家が17世紀にこの地域に入ってきた。スコットランド人、スコットランドアイルランド人、イングランド人、フランス人ユグノー、ドイツ人など、ヨーロッパ系アメリカ人の開拓地ができたのは、 17世紀半ばから19世紀のことだった。開拓者は自作能が多く、奴隷を所有するものは限られていた。宗教的には初期入植者の多くがヨーロッパ北部からであったことから圧倒的にプロテスタントが多かった。カトリック教徒など他の宗派のものは少なかった。バージニア州、大西洋のカロライナ海岸及び アパラチア山脈の麓丘陵部に近いことで、南部アメリカ英語方言の様々なバリエーションが話されており、例えば、バージニアのピードモント、海岸南部、南部ミッドランド及び、アフリカ系アメリカ人英語などがよく聞かれる方言である。パーソン軍の名前は、アメリカ独立戦争時の愛国者であり、パーソン軍とその周辺にかなりの貢献をした。 トマス・パーソン巡将にちなんで名付けられた。パーソンは、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の理事を務めた。その寄付により、キャンパス内パーソンホールが建設され、その名前が付けられた。ヒルズボロチックの主係総監ホスティープン・ムーア中佐も、キャムデンの戦いで、パーソン軍の部隊を率いたことで、独立戦争のもう一人の英雄である。ムーアは捕虜になり、監獄戦闘兵衛に収監された。 1775年から1776年に軍南部の土地を購入しており、そこをマウントティアザと名付けた。1778年に建設した家屋は今もそこに残っており、近年改修された。ムーアは大勢の一族と共にその家屋近くに眠っている。南北戦争の時、パーソン軍から800名、内市1000名の兵士が南軍に仕えた。 軍庁舎前の花崗岩記念碑は、ゲティスバーグの戦いで、南軍機を持って前進したイーフレッチャー、サッターフィールドを検証するものである。南北戦争後、軍経済の基盤を多様なものに転換させたのが、J.A. ロング、W.W. キッチン、AR. フーシェ、J.C. リード、R.E. ロング等の指導者だった。1890年頃開通した。 ノーホークウェスタン鉄道が大きな影響を与え、田園経済にタバコ加工工場と倉庫を追加させた。その後タバコ加工工場は消えたが、いくつかの倉庫が今も残っている。J.A. ロングは1891年にピープルズ銀行を、1899年にロックスボロ面子工場を設立し、面子工場は後にタルテックス・ヤーンズと呼ばれた。 ロングは1915年に死んだが、その息子、J.A. ロングジュニアが後を継ぎ、ロックスボロに新しい企業を誘致し始めた。ベーカーカンパニーは1923年に開業し、長年にわたって繊維産業を地元経済の主要素とした。ベーカーはコリンズエイクマンコーポレーションと合併して、長年軍内の主要産業となっていたが、2006年8月に閉鎖した。 繊維関連工場は国内の他地域あるいは海外に移転された。パーソン軍はリサーチトライアングルに近く位置するので近年は住宅開発と商業開発が着実に進行している。廃イコ周辺と軍南部には20世紀終盤から21世紀初期に新築家屋が増え商業開発進んだ。軍内最大級の雇用主は GKN イートンコーポレーション、ジョージアパシフィックコーポレーションがある。2010年3月28日夜、11時55分から12時5分、スケル EF1 の竜巻が時速70ないし85マイルの突風を起こし、ティンバーレークとルージュモントの街を襲った。これは、ノースカロライナ州を襲った、少なくとも8つの竜巻の一つだった。2011年4月16日午後、 およそ2時半、スケール EF2 の竜巻がベセルヒルの街を襲った。パーソン軍長者、パーソン軍は、地域自治体の組織であるか当たる、地域自治体委員会のメンバーである。軍政府は選挙で選ばれる、軍政委員会が管理し、警察組織は選挙で選ばれる、保安官とそのスタッフが管理している。政治的には、保守的だが、地方政治のレベルでは、圧倒的に民主党が強い。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は404平方マイルであり、このうち陸地392平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は2.92%である。軍内には、ニューズ川、ロアノーク川、タール川水源は、パーソン軍南東部にある。軍北西部には、ハイココがあり、北東部には、名誉貯水池がある。 両子とも水力発電とレクリエーションに使われている。西のキャスウェル郡境近くにロックスボロ湖がある。ニューズ川の一部はここでフラット川と共に始まり、リートル川やイーノ川と合流して、フォールズ湖に流れ、ニューズ川となる。州内では最も東にある山地のユーアリー山地は北アメリカ大陸最古の山地である。州内でも標高の低い山地になっている。 ユーアリー産地は、モンゴメリー軍に始まり、パーソン軍の丘陵部で終わっている。軍の地形は、大半が、うねりのある丘陵であり、間に、農地や森が入っている。地域にある尾根は、ピードモント大地にあるような、狭く鋭いものではない。峡谷や溝もそれほど急峻ではない。軍北部、湖の間は大地になっている。軍内最高地点は、ロックスボロにある目立つ丘であり、 軍庁舎が、その貯水タンクを置いている。ロックスボロの北にある、ヘーガーズ山と南部にある、ティアザ山が唯一山といえるものである。地質は、火星岩が多く、様々な土壌が積み重なっている。軍内あちこちに、河口岩の巨石が見られる。パーソン軍の自治体と、軍区パーソン軍は9つの軍区に分割されている。アレンズビル、ブッシーフォーク、カニンガム、フラットリバー。 ホロウェイ、マウントティアザ、オリーブヒル、ロックスボロ、ウッズレールの各軍区である。空港主要高規格道路以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。パーソン軍経済は電子工業、繊維、航空機、食品加工、自動車、アルミ、紙製品など製造業、ブドウ栽培と経営管理、仲買いなどサービス業が支配的である。 伝統ある、沿道養上タバコからバレー種のタバコへの転換など、農業も変わりつつある。軍内には二つの工業団地がある。ダーラム道路沿いに、パーソン軍企業工業、センター、ロックスボロの北、ノースパークドライブ沿いにノースパークがある。この他、ダーラム軍とパーソン軍の境にダーラムパーソン、工業団地を作る計画がある。パーソン軍は、 多くのハイテク会社や新事業が入るリサーチトライアングルにも近い。リサーチトライアングルパークとピードモントトライアドには車で1時間、バージニア州リッチモンドでも車で2時間という戦略的な位置にある。パーソン軍の法人化された自治体はロックスボロ市のみであり、他に国勢調査指定地域としてルージュモントがある。以下のリストは未編入の街である。 パーソン軍教育学区パーソン軍の公共教育は、パーソン軍教育学区が管轄し、幼稚園生から12年生までを教える、単一統合学区になっている。児童生徒数は5300人、スタッフは650人にいる。幼稚園2園、小学校7校、中学校2校、高校1校と、オールターナティブスクール1校がある。州立のチャータースクールノースカロライナ州も、 チャータースクールを運営している。それらは教育学区とは別に運営される。ありがとうございます。